はい、皆さんこんにちは、木下です。ずいぶん長い間ビデオ出しませんでしたが、その間ちょっとインフルエンザになったり風邪ひいたりですね、ちょっと体調壊したりしました。出せませんでした。あとね、今日桃子の正体ということです。これをどういうふうに出そうかとかいろいろ悩んだりしましたね。今回出すことになりました。これでちょっとすっきりしたいもんですからね。はい、前回その桃子という、名前のものから私にですね、こんな長いメールが毎日毎日夜中の1時から2時に送ってくるわけですよ。でそのことを前申し上げましたけども、実はそいつは私の方から気づいたんですけど、そいつはですね、実は私の高校の時の同級生で、同じクラスになったことはありませんでしたけどね、まあ二流三流高校の普通科でした。そこのですね、男ですよ、東、なんとかと申します。ですか、東何がしです。ここ本当は実名も言いたいんですよ、電話番号も言いたい。でそいつメールアドレスも本当は言いたいんですけども、友人の鈴木は非常に法律に詳しいんで、そんなことだってトラブルに巻き込まれるやんのも出さない方がいいって言われたんで、東という名前しか出しませんが、そいつだったんですよ。でそいつは今までにですね、なんとなりすましてですね、3回私にメールを送ってきたんです。私この当時 YouTube を出した時、なんかおかまになりすましてですね、なんかわいせつな言葉を送ってきました。それが1回目でした。2回目ですね、若い女の子になりすまして、その今回この東が言ってるような同じ内容のことを送ってきたんですよ。で見たらメールアドレスがその東のところになったんですね。でお前のメールアドレスかって変なメールが来たんだけど、どうなってんだって聞いたらば、いや新しい新入社員の子だっていうわけですよ。実はそれも本人がなりすましてたんです。で桃子は3人目なんですね。3人目のなりすまし。でそれで私ですね、こうだわよ、こうよ、こうだわ、こんな言葉ででしょ、いい年越えた私と同級生ですから、いい年越えたじじいがですよ、みんなよくそんな恥ずかしいことができるなと思いましたね。九州男児が貴様、それは薩摩隼人とか西郷大久保にな、恥ずかしいと思うぐらいですよ私はね。そんなことやってね、恥ずかしくないですよね。恥っていうもの知らないやつですこいつ。こいつですね、ある大学の、学生寮の管理人をしてるんですよ今。ですが、夕方から朝までの勤務で、ちょうどその夜の1時から2時の間が休憩時間らしいですね。その間に私が送ってきた。そんなね、桃子っていうのはその商社に勤めててね、私は商社に勤めてて5年前に英検1級を取りましたと。全て嘘ですからね、こいつ。英検の1級なんか持ってません。トイック930点の子を持ってると言いましたね。もうどんなもんか知りませんか、私は。私は以前に生徒の2人が960点取ったんですよ、2人とも。で、いや、そういうこともあったし、自分が教えてる生徒が取ったんだと言ったらば、そんなね、生徒が2人も満点が取れるわけないじゃないのって言いましたね。トイックの満点って990点じゃありませんじゃんけ。トイック影響を否定する私さえ知ってるのに、930点持ってる本人が、トイックの満点は960点だと思っちゃったんですね。それもですから嘘です。英検1級も嘘、トイックの930点も嘘。そういったことですね。で、こいつ、その、大学の学生寮の管理人ですが、夜中、その、なんか異常はないかをですね、夜中、その、回って、寮をこう見たり、そういった仕事をしてるんですよね。実はこいつですね、高校卒業して大学でですね、法律を学んだらしいんですが、なんとアルバイトって生まれて一回も仕事ないんです。会社勤め一回も仕事ないんです。で、どういうことかというとですね、自分は司法試験の勉強をするんだと親を騙しましてね、親は田舎の方の百貨店ですよ、ちっちゃいけども、まあお金持ちですよね。騙して東京でですね、一人で住んでて、毎月親から仕送りしまって20年から25年ですよ毎月。ほんでこいつが司法試験なり英語なんか勉強してる姿は私一度も見たことありませんでした。
親を騙してそうやってうちに25年経っちゃったわけですよ。でもう親も年取ったんで、お前鹿児島に帰ってきて店を継げって言われて継いだんですね。で1、2年で倒産ですよ。ビジネスに ついてとか何にも知らない、経験もないもんでね。そのくせ笑った死にはね、世の中甘くないわよ、お前が世の中どんだけ知ってんだって言いたかったんですよ、私はね。でその大嘘つきなんですけど、そのしかも友人は一人もいません、ゼロです。そのなりすまし3人 に対してもいい年越えたジジイがこうだわよと恥ずかしくないのか、さっき言った通りですですか。である日ですね、今度一杯飲もう、真の友より私にメールが来たんですよ、そいつから。私はこいつ友達なんて思ったことは一度もないわけですよ。それでやつは私を真の友と思ってる。なぜか、友人が一人もいないから、誰も話し相手もいないから。ほんでこいつはね、高校時代の自慢話しかしないやつ。俺は高校の時こうだったんだ。あ、そう、知りもしないけど、私はずっとその話をするんですよ。ほんでお前な、ある日言ったんだよ、お前何十年前のことはお前どうだったじゃなくて、その後今何を成し遂げたんだ、今はどうなんだという話です。黙っちゃうんですよ。英語の話をしてますよ。私が質問すると黙っちゃって。ほんで、5秒、6秒すると、あのさ、話をコロッとこうやって、また始めるのが高校時代の自慢話。こんなやつ、ちょっとね、自己愛性人格障害者と私は思ってますよね。こんなやつとですね、短い間でも知り合いだってことが私の人生の一番の後悔の一つです。まあ、そんなところですね。はい、まあ、そういうやつですからね、もうこいつはなんか大学のある大学、名前言いませんが、その大学の管理人をしているんですよね、学生寮の。それ私の大学に電話したんですよ。実は私は変なメールが来て毎日毎晩毎晩困ってます。それは2人の問題でしょって言われたんですよ。ところがそのメールアドレスはお宅の施設のメールアドレスです。つまり、使用電話をしてもいいんですか、お宅は使用パソコンしてるんですよって言ったらガチャッと切られましたね。30分ぐらいしたらこのバカから電話かかってきましたね。まあ、私具合悪くて寝てたんですけども、いや気にしてこうやって電話かかってきました。もう私も劣化のごとく怒りましたね。お前謝罪文よこせって言ったんですね。そしたらてめえをぶち殺すわ俺は言ったと思うんですけど、そしたらお前これは全部録音してやるからぶち殺すというのは脅迫罪になるんだとか言うんです。ああそうだ、訴えろと。これ仕掛けてきたらおめえだろう、なりすまして、じゃあそれは侮辱罪、あるいは人権侵害にならないのかと。まあ法律詳しいんだろうか、ほらこいつね、20年も25年もやって結局司法試験に通ってないんですよ。肩書き、免許、そういったものが人生は全てだって言ってるやつが英検1級を持ってる、嘘をついて持ってないです。トイック930、これも嘘ですよ。でそれほど肩書き資格、というものを重要するんだったら、お前司法試験を当然合格したんだろうなと。合格してないわけですよ。で結局ね、私に構ってほしい、誰も友達もいないから、私に構ってほしかったんですよね。だったら堂々と自分の考え、英語に対する考えはこうだって、ね、英語ってもう芸能技ですから、だったら堂々とお前 YouTube に出せよって、出すと言ってて、な1年ぐらい後にお前 YouTube 出したのかって聞いて、黙っちゃってた。出したか出さないかちゃんとイエスノーで答えろって黙っちゃってた。そんなやつですこいつ。そこでですね、最後にお話しやつが一回私に夜中の1時過ぎに電話をかけてきたのが、私ちょっと起きてたんで、私ね英語で挑戦してきたんですよね。そしてやつがこう言った、 It's one o'clock in the midnight It's one o'clock in the midnight。 まず発音が全然日本語英語ですよね。 It's one o'clock in the midnight。 この何だこれ、何時なのかわけわかりません。私はいいですか皆さん、これどういうことかってね、前もこれビデオ言いましたけど、 midnight っていうのは時計がありますね。ちょうどピタッと重なった12 o'clock 12 o'clock o'clock o'clockAt night のことを言います。昼間のこれは noon って言いますね、皆さん。noon。これの、
12時間後のちょうど外は真っ暗でこうなった、これがミッドナイトですよ。これ It's one o'clock in the midnight。 じゃあこれをね日本語で言いましょう皆さん。今何時ですかと聞かれてね、私はこう答えます。いいですか。今、夜の12時の1時です。皆さん分かりますかこれ。 It's one o'clock in the midnight。 これ典型的なジャパニーズイングリッシュですよ。真夜中の1時って言いたいんでしょうね。じゃあ真夜中の1時イメージしてください。あるいは英語ではですね1 in the morning、 あるいは1 a.m. としか言いようがないんですよ。でそのことを私は言ったんですよ、電話で。お前それ日本語英語じゃないかと。それ中学生レベルが間違う日本語英語だぞと言ったらば黙っちまうんですけどね。それからまた連絡があったんです。 It's 1 o'clock in the middle。 こんなレベルの低い英語はこれで十分なんだと。その喋ってる外人に教養があれば理解するんだ、理解できるんだってわけですよ。教養があれば理解できる。私は思ったんですが、教養があるっていうことはどういう定義づけをするんだと。こいつに法律やってるわけですよね。相手側の弁護士が異議ありですよ。常識ある、あ、常識はない、教養ある外国人だったら理解できるって言ってます。いや教養とは何のことなのか。普通ですね、教養というのはまあ広く深い知識でしょうね、一つは。もう一つはあの人は教養があるっていうのはやっぱり良識があるっていう意味で使いますよね。つまり教養っていうものは広い知識と良識両方で、他に何の要素があるか、まず私考えつきませんけど、この二つで言いますよね。教養ある外国人にはこの英語は通じるんだ、言ってる。ということは、今何時言ってくれて、夜の12時の1時です。これが分かんない、日本人は。教養はないって言ってるんですね。それバカだって言ったわけですよ、こいつ。どっちがバカだって言いたいですよ。こんな英語でいいと言ってる。英語なんか全然できないくせにですよ。単語も全然知らない。一回会って話したときに、単語を私は全部、やつが言った単語は全て英語で瞬時に20個ぐらいですから説明したんですよ。やつは日本語で学ぶべきだって言ってるやつが日本語でも知らないですよ。全然、一つか二つしか知らなかったですね、20個ぐらいのうち。それで英語を語るなと。将棋の指し方を並べ方をやっと覚えた人間が衝撃の学び方を解いているようなもんでしょう。皆さんこれね、皆さんには教養がないバカだって言ってるんですよ。広い知識があるんだったらこんな間違いしないでしょ。まず良識があるんだったら成りすましになってだわよなんか言わないでしょう。皆さん一番教養がないやつはこいつですよ、東ですよ。まあそういうところですね。まあそれで今日はもう終わりたいと思いますが、最後に、ね、今また生徒募集を始めますんで、木下 i@wney.plara.or.jp 見えますかね。ここにまたぜひメールください。もう私から習いたいと思っていらっしゃる方はですね、直接会ってお教えするんだったら新宿か池袋に借りらせていただきます。それ以外はメールですよ。メールのスカイプでやりますからね。ただそのくださるメールにはあなたのお名前、年齢、性別ですか。お名前、年齢、性別と電話番号を必ず入れてください。私の方からご連絡差し上げますんでね。はい。いやこのバカですでね、どういう話をしようかと思ってましたけども、まあ、これですっきりいたしました。もう こいつについて。こいつは付き合いはありませんし、私の電話も、着信拒否してますから、こいつ。で、逃げ回ってます、その子。だからこいつについては、もう私の人生の中ではもう存在しません。すっきりしました。はい。そういうことで、こちらお待ちしておりますので、ぜひご連絡ください。はい。この次からはですね、ちょっと、レギュラーに、定期的に出していきたいと思いますね。はい。また楽しみにさせてください。よろしくお願いします。失礼します。